Hola, soy Maki. Interprete de los seleccionados de los Juegos Olímpicos. こんにちは。オリンピックスペイン語通訳、ママナースのマキです。この動画では小児科勤務歴ありの私が子育ての視点で使えるスペイン語を紹介していきます。今日も元気にスペイン語フレーズ1個だけ覚えていきましょう。毎日1個だけ。でも1年で365個になります。親子でチリツモ活動していきましょう。今日の一言スペイン語フレーズは、アジェール、ジョコミ刺身。アジェール、ジョコミ刺身。昨日私は刺身を食べましたです。アジェールは昨日、ジョは私は、コミは私は食べたで、アジェール、ジョコミ刺身。昨日私は刺身を食べましたとなります。刺身は日本語ですが、世界中で有名なので、刺身そのまま使って大丈夫だと思います。強いて言えば、生魚、ペスカードクルード。ペスカードが魚、クルードというのは生という意味で、ペスカードクルード、生魚となります。これを使ってもいいかもしれません。私は岐阜、内陸出身なので、以前はあまり新鮮な刺身を食べる機会はなかったのですが、今住んでいる函館は海に面していて、とても美味しい魚がたくさんあります。スーパーにおける魚の売り場面積も広くて、初めて来た時はびっくりしました。ここは魚も美味しいですし、野菜も美味しいです。ぜひいらしてください。今日の一言スペイン語フレーズは、アジェール・ジョコミ刺身です。皆さんは昨日何を食べましたか？私は刺身も食べましたが、味噌汁も食べました。私は好きなものをあげてと言われると地味ですが、味噌汁が好きです。味噌汁は味噌のスープということで、スペイン語でソパデミソと言います。アジェル・ジョコミ・ソパデミソ。地味ですね。そして味噌は赤です。東海地方のソウルフード、赤味噌を常に常備しています。アジェル・ジョコミ刺身。アジェル・ジョコミ・ソパデミソ。皆さんも昨日食べたものを当てはめて使ってみてください。それでは今日はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいねお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。Entonces, muchas gracias por ver el video. Chao!